痛いのは嫌だけど頑張るよ。防御は任せて。さーて、この世界でも思いっきり暴れよっか。いいもの見せてあげる。私にもサリーさんみたいな戦い方ができるかな。当たらなければ無敵ってことさ。痛いのは嫌かだと、むしろ大好物だ。いつになく重い一撃を頼む。このスバ、キャベ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 、待って、キャベツさん置いてかないで。メイプル、私たちでは追いかけても逃げられる。ならばこうして正面に回り込んで。しょうはな、だがそれがいいと思わないか。思わないよ。あの二人は何やってるんだか。それに比べてこっちがキャベツでこっちがレタスで、そこのキャベツ好きあり。キャベキャベキャベ、サリーさんはすごいな。あっという間にコツをつかんじゃった。ふっ、はあ、キョイキョイキョイ。かすみさんもどんどん収穫してるね。すごい集中力だな。キャベ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 。逃げられてばっかりだよ。私たちでは攻撃も当たらないし、お手上げだな。やっぱり人には向き不向きがあるんだな。このスバ、回復も支援も。このスバ、お肌にいいし景色もいいし静かだわ。このスバ、一生懸命踊りますから、ぜひ最後まで見ていってください。ライバルに回復も支援も。クルセイダーズ、お兄様のこのスバ、痛いのは嫌だけど頑張るよ。ニーヤはラようやくボ、このスバ、このスバ、二人とも素材集めお疲れ様。今日も大量だったね。うん、お疲れ。大量はいいけど、もう少し手応えのあるモンスターでもよかったかな。ねえ、かすみ。ああ、そうだな。時に二人とも
モンスター関連で聞いておきたいことがあるのだが、最近アップデートでモンスターの追加等はあっただろうか。見慣れないモンスターを先ほど見かけたのだが。そんなお知らせはなかったと思うけど、どんなやつだったの？エリマキトカゲのようなモンスターだ。すぐにどこかへ消えてしまったが。それってバグとかじゃない？実装前のデータが入ってたとか。見れたら逆にラッキーなやつだよ。かすみいいな。そうか、そういうことなら運営に知らせておかなければな。まあモンスターの追加要素は楽しみにするとして、早く素材をイズさんに渡しちゃおうか。そうだね、イズさん、ただいま戻りま。待って、メープル、なんか今変な鳴き声が。なんだこの光は。まぶしい。やめろ、ワニどもめ、寄ってたかって私はどうするつもりだ。楽しそうですね。アクア、浄化の進みはどうですか？ええ、順調よ。それより何かあったら絶対に守ってよね。うん、アクアさんを守るために呼ばれたから、それはもちろんだけど。大丈夫？顔色悪くない？昔いろいろあってな。汚染された湖とワニの組み合わせはあいつの中でトラウマになっているらしい。まあこの調子なら大丈夫でしょう。ダクネスがワニを引きつけていますし、それにいざとなれば我が爆裂魔法もありますからね。今回のクエストも楽勝です。うつんな。それにフラグ立てるのもやめる。何この光！激しい水しぶき。湖に何か落ちたようですよ。なんだここは。一体どうしたんだ？湖かな。で、メープル大丈夫？溺れてない？大丈夫。足はつくみたいだから。カズマ、向こう岸に誰かいるぞ。ワニもあちらへ向かっている。おいおい、何がどうなってるんだよ。とにかく危ないよ。今そっちに行くから。な、大丈夫です。それよりみんな湖から離れて。よし、大丈夫そうかな。それじゃあヒルラ。なんだありゃって湖が。メープル、一旦ストップ。湖が毒まみれになってるから。え、ああ、せっかく綺麗になってた湖が。諦めるな、アクア。お前が頑張ればなんとかなる。このままだとクエストは失敗だ。わかってるわよ。ピュリフィケーション、ピュリフィケーション。どうやら私たちは迷惑をかけてしまったようだな。ごめんなさい。コルシュバ。さあ、新しい冒険の始まりよ。私の刀があなたたちの役に立てばいいのだが。このスバ、カズマ、そろそろ機嫌を直さないか。あれからずっとむくれているではないか。むくれたくもなるだろう。クエストは失敗するし、水質が戻らないからって賠償金取られるし。
原因になった3人が1エリスも持っていませんでしたからね。もう一度会って話だけでも聞きたいものですが。話すことなんて何もない。とにかく金だけは返してもらうけどな。でもあの子たちにも何か事情があるのかもしれないし。知らん。本当に意地っ張りな男だ。お邪魔します。お、よかった、カズマくんもいるみたいだね。いません。相変わらずへそを曲げてるね。今日はカズマくんに会いたいっていう子を連れてきたんだけど。お邪魔します。お前らは。湖で会ったメープルさんとサリーさん、かすみさんだよ。みんなを探して街をうろうろしててね、かわいそうだから連れてきたんだ。湖でのこととか賠償金のこととかしっかり謝りたくて。本当にすみませんでした。謝って済むなら警察はいらないって言葉知ってるか。謝る前に渡すものがあるんじゃないですかね。カズマ、何もそこまで強く当たらなくても。そうだよ、ちゃんとお金を返す計画も立ててるみたいだし、少しくらい事情聞いてあげてよ。ふん、少しだけだぞ。感謝する。実は私たちはこことは別の世界から転移させられてしまったらしい。そうなんです、突然眩しい光に包まれて気づいたらあの湖に。あー、またそのパターンか。原因は分かりませんが、その光と霞が見たっていう妙なモンスターが関係あるのかもしれません。うん、にわかには信じがたい話だが、それなら1エリスも持っていないことも説明がつく。そういうことなんです。ログアウトもできないし、メニューも開けないし、困っちゃって。ログアウト？メニュー？やはり伝わらないか。ここはゲームの中ではないリアルな異世界なのだろうな。おいおいおい、アクア、こいつらまさかゲームの中から転移してきたっていうのか？そんなの聞いたことないけど、でもそうだとしたらきっと妙なモンスターってやつの仕業よね。なんでもありだな。とはいえ3人とも嘘は言ってなさそうだし、まったく迷惑なモンスターがいたもんだな。湖ではいつもの感じでヒドラを使っちゃったけど、まさかお金を請求されるなんて。そのせいで迷惑かけちゃって本当にごめんなさい。ま、ゲームの中じゃ賠償金なんてないもんな。とにかく事情は分かった。メイプルだっけ？お前たちが別の世界から来たかどうかはさておき、俺としては賠償金を返してもらえるとありがたい。なんとかできるか？この世界ではクエストでモンスターを倒せばお金が手に入るんですよね。私たち腕には覚えがあるんです。でもクエストの受け方やこの世界のルールはわからなくて。なのであなたたちのクエストに同行させてほしい。その報酬で少しずつ返済していこうと思う。人が増えると分け前も減っちゃいますが、その分は私たちが何でもお願いを聞きますから。ほう、確かに一瞬でワニを倒してたし腕は立つよな。それによく見ると3人とも可愛い。見た目も良くて性格もまともそうな女の子が何でもお願いを。いいよ、そういうことで。ありがとうございます。これからよろしくお願いしますね。あの男、何を期待しているのでしょうかね。メープルの方は自覚ないみたいだし、大丈夫なのかしら。私もメープルさんたちに協力するよ。街で困ってる3人を見たから、なんだか放っておけないんだ。よかったら早速アクセルを案内するよ。これからしばらく過ごす街だしね。クリスさん、ありがとうございます。これくらいお安いご用だよ。それとタメ口で大丈夫だから。
このスバ。このスバ。おお、すごいすごい。二人とも、とってもよく似合ってるよ。ありがとう、メイプル。お揃いとは、少し気恥ずかしいが。友好の証と言っていたが、まさか同じデザインの鎧を用意してくるとは。アクア設計のもと、鍛冶屋の協力で作られた特注品です。ちなみにクリスの方はアクアの手作りになります。こんないい服、私がもらっていいのかな。アクアさんが着てもよかったんじゃない。遠慮しなくていいわ。こうして一緒にクエストに行くきっかけを作ったのはクリスなんだし。そうそう、私はクリスとお揃いで嬉しいけどな。それならありがたく着させてもらおうかな。二人ともありがとね。みんな準備できたか。大丈夫なら出発するぞ。そんな攻撃当たらないよ。ダブルスラッシュ。ジョンの太刀旋風。二人ともいい調子だね。いやいや、もう何体目だ。確かに腕に覚えがあるとは言ってたが。あの二人に任せておけば楽勝ね。私たち何もしなくていいんじゃないかしら。遅れを取るわけにはいきません。我が爆裂魔法の威力見せてあげましょう。ちょ待て、めぐみ。待てません。うがてエクスプロージョン。今のが爆裂魔法？すごい威力。ああ、巻き込まれたらひとたまりもないな。やってやりました。すっごく気持ちいいです。バカ！そんなことしたら！新手のジャイアントトードが集まってきたじゃねえか。せっかく順調に行ってたのに。大丈夫だよカズマさん。これだけ集まってくれたらまとめてたくさん倒せちゃうから。行くよ、ヒドラ。うわ、毒で一気に仕留めちゃったわね。湖でも見たが、とんでもない技だな。どれだけ強力な毒なのだろうか。助かったぞ、メイプル。よし、今日はこの辺で十分だろう。え？お礼の食事会って、私たちに？うん、さっきのクエスト、メイプルさんたちのおかげで追加報酬がもらえたんだ。だからその分で歓迎会を兼ねてね。どうかしら。みんなありがとう。そういうことならぜひよろしく頼む。それなら早速注文してしまおう。3人とも何でも好きなものを。あの、盛り上がっているところ失礼します。ちょっと伺いたいことがありまして。なんですか。この前のことならちゃんと賠償金は払いましたよね。いえ、賠償金は過不足なくいただいているのですが、実は先日の湖の一件でおかしな話が出てきまして。おかしな話？このスパー